どうも、キスケです。勇者杯、お疲れ様でした。ということで、今回勇者杯で出てきた情報を、まとめて動画にしてあげようかなと思います。そして、まず、新第2弾、カードパック、そして伝説は高らかに発信決定しましたね。11月25日水曜日ということで、まあ、あと10日、11日、11回寝たら、診断始まります。はい、すぐですね結構すぐやね。はい、ということでサクサクいこうぜ。新ヒーローカード公開となります。こちら、9ですね。宝の地図でパーティーを勝利に導く新英雄ということで、新しい英雄カードが、紹介されました。はい、その宝の地図とは何ぞやという人のために、まあ、説明が入りましたね。新カード宝の地図、踏破回数によって異なるダンジョンを場に設置できる新カードということで、今までさ、その新カードで踏破した回数ステータス上げたりダメージ増やしたりするカードを追加されとったんやけど、今の現状のカードプールじゃそんな踏破できなくねってなってたじゃないですか。まあ、それの回答みたいな感じですよね、これは。1コスト、味方アキマスに対戦中踏破した回数に合わせた効果を発動すると、0回、洞窟を出す、1回ざわめく風の行動を出す、2回以上ランダムな3種類の地図ダンジョンから1つを出すということで、はい、これですね。踏破回数0回の時に宝の地図を使うとこの洞窟が出てくると、耐久3で踏破、自分のターン開始時耐久プラス1、踏破時カードを1枚引くということで、うん、すごくわかりやすいですねユニットを使うとか、まあ、そういうんじゃなくてターンが経過するだけで踏破してくれるっていうことですよね。はい、で踏破回数1回の時に宝の地図を使うとこの行動を場に出すことができると、2コスト、ダンジョン耐久3で踏破、自分のターン開始時耐久値プラス1、これもターンで勝手に踏破してくれる仕組みですね。踏破時ランダムなコスト2のユニットをこの場所に出す、カードを1枚引く。うん、強そうやなめちゃくちゃ強そうやね。ユニットプラスカード1枚引けるっていうのはだいぶ強いね。そして、踏破回数2回以上の時、まあ、この中から選択できると。これプラスあと3種類あるってことだよね、これ。6種類のダンジョンから3つ表示され選択できると。大魔王の魔。3コスト。ダンジョン耐久5で踏破。ターン開始時耐久プラス1。踏破時ランダムなコスト6以上の魔王系ユニット1体出す、先制を付与ということで、なるほど、これはなかなかすごいダンジョンやなこれ6以上の魔王系ユニットってもう強いのしかいないんでね、これは楽しみよ。で、第一の地獄、3コスト、耐久2で踏破、ターン開始時耐久プラス1、敵味方全体に2ダメージ。ああ、なるほど。なるほどね。これはね、その、まあ、もしアグロとか流行った場合、まあ、その全体 AOE 2点ダメージっていうのはだいぶ重宝すると思うし、まあ、トルネコとか、武闘家とか、そっち系のユニットじゃないわ、そっち系のリーダーが、まあ、流行れば、流行るほど、まあ、強くなるんじゃないですか。はい。水脈、神々の水脈、3コスト、耐久3で踏破、自分のターン開始時耐久プラス1、踏破時、味方リーダーの HP3 回復してテンションプラス3、カードを1枚引く。これも強そうやね。結構そのまったりとしたコントロール系の、デッキが環境に増えてくると、まあ、こういったところでアドバンテージ取ってみたいな動きができそうなんで、いや、いいんじゃないですか。で、このターン開始時なんですけど、まあ、ユニットとかに、
よってはそのダンジョンの耐久力プラス1みたいなカードありますから、まあ、もっと早く踏破できる可能性があるって考えると良さそうじゃない？宝の地図は。うん。で、新カード宝の地図その3ということで、ユニットや特技武器カードの効果で入手できると。はい。まあ、だから英雄カードだけじゃないんですよね。魔法使いの、神殿地の手がかりということで2コスト応援プラス宝の地図1枚手札に加える、探知のナイフ、これ盗賊ですね。反撃ダメージマイナス1、召喚時宝の地図1枚手札に加えるということで、うん、いいやん宝の地図だらけ、みんなで宝探ししようぜっていう環境になりますね。これは、非常に楽しみで、以上を踏まえて宝の地図っていうのはこういう能力ですよっていうのを踏まえて、新しい新ヒーロー9の能力ちょっと見ていきましょうか。まずレベル1ですね、0コスト、コスト0の宝の地図1枚手札に加える。0コストのレベル1ってやっぱ強いイメージありますよね。うん、まあだから強いんじゃない。これ1回でレベルアップと。でレベル2は1コスト天使の一撃、敵一体に2点ダメージ。この効果は対戦中に自分が踏破した回数のみ使用できる。ほう、え、どういうこと。2回でレベルアップって書いてるけどどういうことだこれどういうことこれ。踏破しまくってれば2点ダメージいっぱいばらまけるってことなのか、それともまあ1ターンにマックス2回打てますよっていうことなのか、まあちょっと使ってみないと分かんないですね。はい。で2回でレベルアップ、星々の守り人、3コスト、ダンジョンを持つ味方建物一つの耐久値プラス2。そう、こういう能力があるので、まあこの辺よね。うん、この辺の耐久をブーストさせて一気にもう6コスト以上の魔王系ユニットを展開するみたいな、そういう形で遊べるっていうことですよね。へえ、いやこれは面白いですね。まあ、ちなみに宝の地図はトークンカードなんでね。はい、いや、いいよ。はい。そして新レジェンドレアカード公開ということで、共通ですね、魔王系ユニット破壊神フォロボスということで、どこぞのドラゴンボールに出てきそうな名前なんですけど、この対戦中に自分がダンジョンを踏破した回数分プラス1プラス1、召喚時敵ユニット1体に自分の攻撃力と同じダメージを与えるということで、8コスト44ですね。まああんまりね、そのネガティブなことを言いたくないし、環境始まってみないとわからないっていうところもあるんですけど、なんかレッドプレデターの方が強そうじゃねレッドプレデターの方がなんか強く見えるんやけど、まあだからこの宝の地図とかを駆使していっぱいダンジョン踏破して優位に立ちつつ、この破壊神展開してユニット一体落とすみたいな形だと結構強いのかなっていう感じはしますよね。で8コストなんで、まあ多分9デッキだったら2個ぐらい踏破してるんじゃない。うん、まあだから8コスト66の6点ダメージぐらいって考えると、まあまあまあ、てかそう考えるとレッドプレデターの方が強くねってなるよなこれまあでも最低4点ダメージは出せるんでね、これ。そうよね、うん、最低4点ダメージは出せるから、まあまあまあいいんじゃないですか。かっこいいしねこれ、なんか。はい、じゃあお次、はい、トビアスということで、僧侶のレジェンドレアカードですね。むちゃくちゃかっこいいっすね。むちゃくちゃかっこいい。4コスト26、スタッツはいいっすね。召喚時宝の地図1枚を手札に加える。はい。で味方ダンジョンが出た後、対戦中に出た味方のダンジョンが4つ以上なら、硫化する硫化の術を使用すると。
これになるってことでしょうね。4コスト47の速攻狙い撃ち。なるほど。どうかなこれ。味方ダンジョンが出た後。だからトビアス出します。で、まあ余ったコストやら宝の地図とかで手札に加えれるんでね。宝の地図とかでダンジョン出します。で、そのダンジョン出た時に4つ以上出てたら変身できますっていうことですわ。うん、なるほど。まあでもそんな早いタイミングで変身できなさそうやけどね、正直。まあだから9デッキで、まあレベル1使って宝の地図で、これ0コストやからもう速攻使ってみたいな感じで使えるとは思うんやけど、あとはね、その僧侶の宝の地図ゲットできる、カードであったりとか、その僧侶のダンジョン自体であったりとか、まあその辺に左右されてくるのかなとは思うけど、まあまあそこそこ強いんじゃないですかこれは。うん、てか速攻狙い撃ちがだいぶ強いと思うんで、普通にリーサルウェポンになるし、盤面掃除するために使えるし、まあまあいいカードだと個人的には思います。はい。そして、11月25日配信決定。この放送終了後、カードライブラリー&公式サイト更新予定と、お楽しみにっていうことで、まあ、カードライブラリー見たい人は、もうそろそろ更新されてると思うんでね、見てください。そして、これ、声優プレゼントね。これいいっすよね。ジュリアンってむちゃくちゃエッチやんね、これ。で、まあ、一人で全部、なんか応募できるみたいなんで、まあ、やり得じゃないですか。色紙欲しい人はね、サイン欲しい人は、抽選で3名様にサイン色紙プレゼントということで、22日までかな。はい。お忘れなく。さあ、新アナザーリーダー公開ということで、まあ、ちょっとね、僕放送を見てびっくりしましたね。そっちから行くんやと思って。新しいアナザーリーダーはこちら。はい。魔剣士のアナザーリーダー竜王登場ということで、まあ、だからエビルプリーストとかで変身するとこっちになるんですよね。うん。まずね、僕声優が好きなんですよね。フォーチュンさんでしたっけ、ジライアの声優、むちゃくちゃかっこいいからこれ欲しいね。で、まあ当て方は毎度のごとく、第2弾カードパックで魔剣士のレジェンドレアカード無道とエビルプリーストのプレミア版を当てるとアナザーリーダー竜をゲットと、もしくは、12月9日までの期間限定で、竜王の記憶が出現と、30個集めると入手できるということですね。まあ、だからレジェンドレアカードを、9日までに30枚ぐらい集めて交換できますよっていう、ただ期間限定なんでね、これちょっとむずいね。もうちょい安くしてもいいんちゃうかなって、20個ぐらいにしてあげてもねいいんじゃないかなとは思うんやけど、まあ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 その辺は運営さん次第やから、うん、俺が何言ってもしょうがないんでね。はい。そして、闘技場に新カード先行登場ということで、第2弾カードを一足早くプレイできると。23日メンテナンス終了後25日メンテナンスまでということで、ちょっと先やね。うん、結構先になるかな。で、開催時全員に闘技場チケット1枚プレゼントするということです。はい。で、勇者杯冬2020年冬開催決定ということで、詳細は後日発表します。以上です。どうですか。まあ、15分ぐらいにまとめれたかなとは思うんですけど、いいね。うん、いや楽しみやな。この宝の地図を駆使してダンジョン踏破しまくって、その踏破した数分強くなるユニットとか、ダメージ増えるユニットとかを駆使して戦っていく。まあ結構楽しみやなこれは。こういう竜王ね、ちょっと使いたいですよね。竜王今まで出てきたねアナザーリーダーの中で一番欲しいかもしれない。ほんまにこれは魔剣士増えるぞ。ということで、以上で勇者杯の公式生放送のまとめとなります。
。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それではよきドラゴンクエストライフをバイバイ。